こんにちは、ジャンカメラ系 YouTuber みんなっちです。今日はハードオフ2200円で買ってきた富士フイルムのファインピックス S4000 を紹介します。2011年8月発売と今から9年前のデジカメになります。広角 24mm から望遠 720mm まで、なんと広角30倍ズーム。望遠 720mm なんて今まで使ったこともないので非常に楽しみなカメラです。お店で買ってきた時の写真がこちら。値札には電源入り、撮影記録できました、液晶横に2本ドット抜けのような線ありと書かれていました。早速確かめてみましょう。電源を入れます。スイッチオン。電源は無事入りました。で、液晶を見てみると黒い被写体に合わせてあげると分かりやすいと思うんですが、これですね、液晶の上の方、確かに何か2本線が入っているのが見えます。で、電子ビューファインダーに切り替えてみると、ちょっと映像でお伝えしきれないんですけど、電子ビューファインダーで見るとこの線は見えてこないので、液晶だけの問題だと思われます。まあ、撮影した画像にも当然こんな線は入っていなかったので、まあ、使用上問題ないかなと判断して買ってみました。液晶以外の部分を確認してみましょう。外観をぐるっと見回すと、デザインはまあ普通のネオ一眼スタイルのデジカメです。特に目立った傷や汚れはなくて綺麗な個体で良かったです。この辺ラバー風ですが、まあ、プラスチックを成形して作られています。フラッシュをポップアップしてみます。こんな感じです。ちょっとこれグラグラしていて頼りない感じがします。レンズを見てみると大変綺麗に見えます。カビや汚れはないように見えます。スーパー EBC フジノンレンズと書かれていて、30倍の表示がいいですね。 4.3mm から 129mm と2桁も桁が違っています。さすがに明るさは落ちるみたいで、望遠側では F5.9 になります。バッテリーボックスを開けてみます。バッテリーは単三電池が4本、ここにメディアがさせるようになっています。 SD、SDHC カードが使えます。動作確認します。まずはこのカメラ最大の特徴であるズーム操作をやってみます。電源を入れます。スイッチオン。こんな感じで電源を入れてもレンズが飛び出てこない動きになります。ズームすると初めてこんな感じでレンズが飛び出てきます。ズームの操作は電動式です。さすがは超高倍率ズームレンズ。このレンズの筒の上に焦点距離が書かれています。撮影します。シャッターを半押しして押します。はい、撮影動作も問題なく行えているんですが、外で電車を撮影していてものすごく違和感があったので最初にお伝えしておきます。作例を出します。ワイドターン 24mm で撮影しているんですが失敗してしまいました。何度も撮影している場所で、どんな古いジャンクカメラでも自信を持って撮影できる場所のはずなのに、何度やっても失敗します。そうです、シャッタータイムラグがひどいんです。カメラの仕様なのか、この個体の程度の問題なのか分かりませんが、これだけ失敗を繰り返すというのは私の腕の問題だけではないように感じました。このロマンスカーなんて前の電車が詰まってノロノロ運転だったのに、それでも失敗。最後に成功した作例を出します。ファインダー半分より手前でシャッターを押し始めないとダメな感じで、2011年のデジカメとしては致命的にシャッタータイムラグが大きいです。隣にファインピックス S6000FD を並べてみました。ファインピックス S シリーズってこんなもんだっけと思って、今回改めて S6000FD を出して一緒に使ってみたんですけど、 S6000 の方は全然使いやすいんです。 S4000 は新しいカメラなのにシャッタータイムラグが大きいことが分かりました。そこでファインピックスの S シリーズについてもう一度調べ直ししたんですけど、 S6000FD は2006年発売の古いカメラながら上位モデル、 S4000 の方は2011年発売で新しいんですけど下位モデルの流れであることが分かりました。数字が6000と4000、少なくなっているのはそういうことみたいです。高感度ノイズを S4000 と S6000 で比較してみましょう。左が S4000、フル画素数で撮影できる最高感度 ISO1600 の作例です。右は S6000FD の ISO1600。 この比較ですでに S4000 の方にノイズがたくさん出ていることが分かります。 S4000 はこれ以上感度を上げると画素数が300万画素に制限されるのに対して、
S6000FD は1個上の ISO 3200までフル画素数で撮影できますので、5年前の S6000FD にスペックですでに負けています。連写します。設定を高速連写に合わせます。高速連写にすると画素数が300万画素に制限されます。シャッターを半押しして押します。連写速度は8コマ秒とかなり高速なんですが、作例を出して確認してみます。高速連写で撮影した作例です。パッと見て写りが悪いです。説明書の引用なんですけど、連写 H に設定すると画面に白いラインが表示されることがあります。その場合は M 連写に設定して撮影してくださいと書かれています。高速連写は電子シャッターを使用しているのか、スミアが出たりフレアが出たり写りが悪くなります。ローリングシャッター歪みも出るんじゃないかと思って真横から連写してみました。ローリングシャッター歪みはそれほど出ませんでしたが、高速連写にすると何しろ写りが悪いです。説明書にもあった通り、連写 M、 中速連写に設定した作例です。中速連写 M に設定すれば本来の写りを取り戻すようです。高速連写は写りが悪すぎるので中速連写で使うのが良さそうです。中速連写 M を試してみます。設定してシャッターを押します。連写速度の記載がなかったんですが、まずまずの速さで連写してくれます。画素数は700万画素に制限されます。主なスペックを確認します。センサーは 2.3 分の1型 CCD、 画素数は有効1400万画素、撮影感度は ISO 64から6400ですが、 ISO 3200と6400は画素数が300万画素に制限されます。レンズはスーパー EBC フジノンレンズ、焦点距離が24から 720mm の広角30倍ズーム、明るさは F3.1 から 5.9、 手ブレ補正機構は光学式です。デジタルズームは 6.7 倍、シャッタースピードは8秒から2000分の1秒まで、最短撮影距離は拡張マクロモードで2センチ、記録メディアは SD、SDHC カードです。液晶モニタは3インチ46万ドット、電子ビューファインダーは 0.2 型のカラー液晶で20万ドットです。バッテリーは単三電池4本、連写撮影は300万画素の高速連写で8コマ秒の速度が出ます。動画は 1280×720 の HD 画質でフレームレート 30fps です。顔認識機能、オートフォーカス、自動追尾機能があります。重量は本体で 445g です。作例を出します。まずは楽しみにしていたテレタン 720mm で撮影してきました。小田急江ノ島線の作例です。ものすごい圧縮効果で、いつもの撮影方法だとアスペクト比4対3でも縦方向のスペースが足りなくなってしまいました。東急田園都市線つくしの駅を出発する電車を狙ってみました。やはり縦方向が画面に収まりきっていません。 720mm すごく楽しいです。全然慣れていないので今回はいい写真が撮影できなかったんですけど、これからどんな角度で狙っていったらいいか勉強していこうと思います。ワイドタン、テレタンの比較です。左がワイドタン 24mm、 右がテレタン 720mm になります。これすごくないですか。ものすごいズームです。想像していたよりも一歩先までズームしてくれます。手ブレにはやはり注意が必要で、感度も高めになりがちです。マクロの作例です。左が拡張マクロモード広角 24mm、 右は普通のマクロモードでテレタン 720mm です。拡張マクロモードは広角 24mm 固定になります。ほぼレンズが被写体にくっつく状態で撮影することが可能です。テレマクロはだいたい 1.5 メートルくらい離れて撮影しています。動画の作例です。最初のシーンはテレタン 720mm で撮影しています。動画は HD 720p 30fps で撮影できます。小田急線では今年8月限定で赤色の特別電車が1編成走っています。昨年の台風の影響で長期運休していた箱根登山電車、復旧を記念した電車です。この動画の後ろ4両が赤い線形電車になります。動画中にズーム操作できますが、オートフォーカスが追いつかないので、休み休みズームしてあげる必要があります。ということで、2011年発売の超高倍率ズームモデル、富士フイルムファインピックス S4000 を使ってみました。
買う時から S6000FD よりも新しいモデルなのに4000で数字が少なくなっていて不思議だなとは思っていたんですけど、この4000という数字はメーカーがカメラの格付けを正確に伝えてくれていたんだなと思って、今となっては感心しています。ちょっとネガティブなことを言い過ぎちゃったんですけど、望遠 720mm という素晴らしい望遠レンズを搭載していて、使い方次第では面白い写真を撮影できるはずなので、これからじっくり使っていって望遠 720mm の世界を使いこなせるようになっていきたいと思っています。最後まで見てくれてありがとうございました。今後もジャンクコンデジのレビュー動画を作っていきますので、また見に来てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。